思います。選挙に出る前より、出る前に立花元党首より帰国せず党員せずに議員をやれると言われ選挙に出ました。その際に自分の口でも帰国せず党員しない旨を公約に30万近くの票を集め当選しています。確かに今となっては国会に出るのが義務と言われると立花元党首が俺に言った誘い文句は何だったのかという疑問の念に駆られます。党首は俺を巻き込んだことを深く反省し党首を辞められました。私が国会に行かないことの責任も含めてやと思っています。もし今回除名というペナルティを課せられるのなら俺が最初に聞いた言葉や俺が30万近くに言った公約は160人ほどの方々の意見だけで保護にされるということになります。その際ももちろん私も票を入れてくれた有権者に謝罪しますがあなた方も私に票を入れた有権者に謝罪をしてください。それが筋だと思います。民意を無視したった160人そこらの人たちだけで30万人の民意をないがしろにするんですからそれだけはよろしくお願いします。あとこれからはこういった俺みたいな人たちが立候補すると思います。あなたたちが作った世界を壊されたくないのであればきちんと最初からその方々を立候補の段階で排除してください。何の決まりも指導もなく当選してからごちゃごちゃ言うのは 後出しじゃんけんですよ。名札を上げてすぐ直帰する議員、居眠り続ける議員、俺と同じく全く同意していない議員でも懲罰を希望します。述べてください。俺は歳費の権利を放棄するんですから、その懲罰対象の議員もすべて歳費の権利を放棄させてください。長くなりましたが、野党の皆さんに一言、あなたたちは永遠に自民党に勝てないです。それどころか顔色を伺いながら、俺のように除名されないことに必死になることでしょう。それを民主主義というのなら、最初から野党などいらないと思います。自民党だけで日本政府を動かせばいいと思います。ただの自民党の言いなり政党なら公明党のように連立し自民党の続投になればいい。そうすれば無駄な選挙もいらんし俺みたいな不純物は生まれないでしょう。そういう戦時中の帝国主義に戻せばいいでしょう。それがあなたたちの希望なんですから。短い期間ではありましたがどのような結果になろうとも従いますが、懲罰に関する事案でありますので、はい、その弁明でありますから、はい、そこに絞ってですね、はい、党の主張だとか選挙公約とは今回の事案ではないのでですね、その点しっかりわきまえて発言してください。はい、最後です。短い期間ではありましたがどのような結果になろうとも従いますが受け入れることは永遠にないと思っていてください。以上です。